京光都市は在日韓国、朝鮮人のクラシック音楽評論家、文芸評論家、慶應義塾大学法学部教授、ドイツ文学、音楽史専攻、近代の文芸を含む諸芸術と芸術批評を専門としている、東京都生まれ、子供の頃、世田谷のカトリック教会に通っていた、慶應義塾高等学校在学中、漢文教師を務めていた、 人見豊の授業を受ける。1987年3月、慶応義塾大学文学部美学美術史学科卒業。1989年3月、東京都立大学修士課程人文化学研究科修了。92年9月、同博士課程中退。92年10月から1997年9月まで、同大人文学部助手。 1997年10月、横浜国立大学教育人間科学部マルチメディア、文化家庭専任講師に就任、後助教授となる。2001年3月退任。2001年4月、慶応義塾大学法学部助教授に就任。2005年4月、教授となる。2007年から2011年にわたって、請求者のムック、クラシックスナイパーの編者を、 鈴木敦氏と共に務める。同人とは、教著や、教編著が多く、自らの編集する書籍ではほぼ常に原稿を依頼するような間柄である。評論家の宮崎哲也とは、境内時代、ほぼ親友と言って良い仲だった。外国籍であり、俺は日本が嫌いであると宣言すると同時に、日本が好きかといえば、これもイエスとも述べている。また、 将来的に日本国籍を取る可能性はゼロだろう。なぜって外国人はいろいろ不利な点もあるが、同時に有利なこともあるのだとも発言している。ありがとうございます。